環境問題、とりわけ地球温暖化問題の解決は今を生きる我々の責任です。自然と共生できる循環型社会を次の世代へと引き継ぐことが求められております。資源高時代に対応した経済構造転換も求められます。なすべきは第一に成長と両立する低炭素社会を世界に先駆けて実現するということ、第二に我が国をが強みを持つ環境エネルギー技術には新たな需要と雇用を生む力があることを踏まえこれを育っていくこと、そして第三に世界で先頭を行く環境省エネ国家として国際的なルール作りを主導していくということです。次に外交について私が原則とするところを申し上げます。日米同盟の強化、これが常に第一であります。以下順序をつけにくいのをお断りした上で、隣国である中国、韓国やロシアをはじめアジア太平諸国 の国々とともに地域の安定と繁栄を築き共に伸びていく、これが第二です。人類が直面する地球規模の課題、テロ、温暖化、貧困、水問題などに取り組む第三です。我が国が信奉するかけがえのない価値が若い民主主義諸国に根付いていくよう助力を惜しまない第四です。そして第五に北朝鮮への対応です。朝鮮半島の安定化を心がけながら拉致核ミサイル問題を包括的に解決し、不幸な過去を清算し日朝国交正常化を図るべく北朝鮮側の行動を求めてまいります。すべての拉致被害者の一刻も早い帰国の実現を図ります。以上を踏まえて民主党に伺います。今後日本の外交は日米同盟から国連に軸足を移すといった発言が民主党の幹部諸氏から聞こえてまいります。私は日本国と日本国民の安寧にとって日米同盟は今日いささかもその重要性を失わないと考えます。ことが国家世界の安全保障に関わる場合、現在の国連は少数国の方針で左右されるなど国運をそのまま委ねる状況ではありません。日米同盟と国連と両者をどう優先劣後させようとしているか、民主党には日本国民と世界に対し明確にする責任があると存じます。論拠とともに伺いたいと思います。第二に伺います。海上自衛隊によるインド洋での補給支援活動、私は我が国が我が国の国益をかけ我が国自身のためにしてきたものと考えてきました。テロとの戦いはまだ到底出口が見えてまいりません。尊い犠牲を出しながら幾多の国々はアフガニスタンへの関わりをむしろ増やそうとしております。この時にあたって国際社会の一員たる日本が活動から手を引く選択はありえません。民主党はそれでいいと考えるのでしょうか。見解を問うものであります。私が本人に求めるのは与野党の政策をめぐる協議であります。内外多事多難、時間を浪費することはすなわち国民に対する責任の不履行を意味します。今景気後退の上に米国発の金融不安が起きております。私が提案をしております緊急総合経済対策を裏付ける補正予算、地方道路財源を補填とする関連法案を速やかに成立させることが国民に対する政治の責任ではないでしょうか。再び民主党をはじめ野党の諸君に国会運営の協力を強く要請します。透明の論点を以上にご提示をいたしました。お考えをお聞かせ願いたく私の所信に表明を終えさせていただきます。麻生総理大臣の所信表明演説でした。